ですね、自分で苦手ですっていう方にはあまり会ったことはないんですけども日本人はね、あれなんですよ、どうしても英語はネイティブじゃないので下手なんですよ、基本的には。ですからこう、上手い人に直してもらうっていうのはまあ基本的だと僕は思いますね。あ、これやっぱこれ基本的なことなんですか。僕もよく直してもらいました。